いい方だと思います。乗りやすいです、乗りやすいです。ちょっと今節はまだバッチリ当てないんですけど、はい、はい、船足はいい方だと思います、はい、でも乗り心地がまだちょっと自分の旋回、これも始まってるんですよね。はい、すいません旋回のあれなんですかね、自分のターンの仕方がまだちょっと、はい、合わせきれてない感じはあります、うん、はい、ちょっと12分前との調整、そうなんです、はい、乗り心地をちょっともっと乗りやすくしたいです、はい、前走者の大橋さん、はい、おたこやさん、そうですね、はい、すごいですね、はい、輸出したいです、はいはい、スタートはどうですか。スタートは頑張っていってます、今節、うん、はい、今日お天気雨でまたですね、ちょっと、はい、出るんで、特にもうずっと趣味っていう趣味がなくて、多分、はい、ワンシーズンごとにショッピングに行くとかですかね。タイプ的には我慢するのか、もうすぐ買っちゃえって感じ。昔は我慢してました。最近はちょっとちょこちょこ買うようになってます。そうなんですね、はい。これ全部なんかあれですか、脱退させたいって。そうです、もう普通に子供が落書き帳とかに、はい、自由帳とかに書いた落書きを、はい、友達がそういうデザインの仕事をしてるので、はい、お願いして、こううまい具合にこう配置やら色付けとかをしてもらってます。すごいですね。おいくつなんですか、子供の方。あ、すいません、上が9歳で、はい、下が5歳です。なのでまだでも2年前ぐらいに多分買いたいですね、これは。そうなんですね、すごい、いいですね。下の子です。あ、すごい。あとはほぼ上の子です。すごいですね、上手ですね、やっぱり。ガマゴーリは好きなところです。輸出できるようにしっかり調整合わせて集中して頑張ります。